将棋の藤井聡太竜王名人のファンの方なら誰でも知りたいと思っている内容を作成しました。2023年10月の対局予定です。王座戦のタイトル戦も王手をかけましたね。竜王戦が中心になりますね。10月に八冠に達成が見れそうですね。さらに JT 杯も連覇に向かって準決勝があります。なお瀬戸市では藤井竜王の七冠達成を祝って市政施行記念日の10月1日に700発の花火を打ち上げるようです。最後まで見てください。第94期ヒューリック杯棋聖戦五番勝負を制し4連覇を果たした藤井聡太棋聖の就位式と祝賀パーティーを夏季概要にて開催いたします。日時10月3日火曜日午後2時より、受付午後1時30分より、会場帝国ホテル。内容第1部第94期棋聖就位式、第2部藤井聡太棋聖祝賀パーティー、着席でのお食事付き、お土産、棋聖就位記念扇子、後日郵送となります。参加費19,800円、税込み、クレジットカード決済、募集人数200名、先着順、事前申し込み制、全席指定。藤井聡太竜王に伊藤匠七段が挑戦する第36期竜王戦七番勝負。将棋界最強を決める棋戦で実現した藤井世代による初のタイトル戦は将棋ファンの注目を集めている。将棋ファン注目の同学年対決となった本シリーズで激突する両対局者にエールを送るクラウドファンディングプロジェクトもスタートした。返礼品は第36期竜王に竜王の象徴となる羽織を仕立てて就位式で贈呈する権利や第36期竜王とのカフェ会参加券、就位式参加券など、支援金の一部は日本将棋連盟が予定する新将棋会館の建設費用にも充てられる。第1局はセレリアンタワーの学堂で10月6、7日に開始される。期待勝率は 96.83% で藤井竜王が防衛となっています。しかも4連勝が 41.56% で最も高くなっています。しかし伊藤匠七段も永瀬王座に連勝しての挑戦ですから油断はできませんね。永瀬王座は永世王座の資格をかけて、また藤井竜王名人は注目の八冠で全冠制覇となるか。注目の王座戦五番勝負も2勝1敗で藤井七冠が八冠に王手をかけています。第1局では先手の藤井竜王名人が逆転負けで、第2局目は藤井竜王が押されながらも一瞬の隙から入玉で勝利し、第3局は押されっぱなしの状況から難解な詰めを逃した永瀬王座に逆転で勝利しました。10月11日の第4局は後手番の藤井竜王名人が綺麗に勝ってほしいと思います。藤井曲線を見たいですね。ついに第4局まで来ました。10月11日に京都市のウェスティン都ホテル京都で開催されます。ここで決まるでしょうね。 74% の期待勝率ですから、ここでの八冠達成に全力応援です。最終局まで行くと、第5局は10月30日に山梨県甲府市の時和ホテルで開催されます。JT 杯の連覇に向け、準決勝で王座戦を挑戦中の永瀬王座との対局です。この対局前に王座戦の第4局が終わっているので、永瀬王座か永瀬九段かどちらになるでしょうか。早指し棋戦なので、今年のアベマトーナメントで絶好調の永瀬王座だったので、油断せず頑張ってほしいと思います。期待としては、藤井八冠と永瀬九段の対局となっていると嬉しいですね。最後にお願いがあります。
2023年には藤井竜王名人が8冠を達成すると思う方に、また一般棋聖4つを再度グランドスラムを期待し、さらに非公式戦でも勝利してほしいと思う方に、今後も藤井聡太竜王に関する情報をお伝えするためにも、最後まで見て忘れずにチャンネル登録とグッドボタンをポチッとお願いいたします。次回の動画でお会いしましょう。